ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。 BMSG のエディボーイ君に関してまとめられているまとめサイトがあったので、それについて紹介しようかなっていうふうに思うんですね。エディ君ね、まあうちの颯太君ですけど、結構謎というかね、まあ謎の中学生設定継続みたいな感じでね書いてあるまとめサイトなんですが、まあ顔出しもしてあるので、まあそこの部分はね、まあ謎の中学生って感じじゃないみたいな感じですけども、これの結構前半の方がかなりいい感じでエディ君のプロフィールがまとめてあるので、そう、実はねやはりもともとすごい子だったっていうことが分かりました。ちょっと抜粋しながら読ませてもらおうかなっていうふうに思います。スカイハイさんが社長の才能を殺さないが元の音楽事務所 BMSG に14歳で所属し、謎の中学生ラッパーと紹介されたアーティストエディボーイさんという形で始まっておりますけど、まあ、オーディションから脱落した後も自分の曲を送り続けて、でそれが認められて所属が決まったっていう話とかで紹介されてるんですが、あの彼は2018年に ABEX が主催したコンテストキラチャレというものの決勝でボーイズデビュー賞を受賞するっていうのがあったりとか、その小学生の頃から注目されていたっていうことと、エディボーイとしてデビューしてから高速ラップがみんなからね、おーすげーっていう風になった天才ラッパー、天才中学生ラッパーということですけど、実際今学校行きながら塾にも通いながら音楽活動をしているっていうところ、大輝くんもね、あの塾に行ってきますみたいな感じのインスタとか、それからあのツイッターの方とかでもあるので、あそこもありなんだけども、そうだからあのね、塾とか学校とかちゃんと行きながらラップをするっていう、そういう感じっていうのも、昔で言ったらラッパーっていうのはアウトローみたいな感じで不良みたいなね、あのそういう感じで、あの学校なんか行かねえみたいなのであったのが普通だったかもしんないけど、まあ時代は変わってきたんでね、ヒップホップも進化をしてきたので、いろんなのがあるので、だからそういうのもありっていう感じになってきましたね。そう、あのそういうね、あのちゃんとあの社会に適応する感じのラップっていうのもありつつで、逆の方向もね実はね進化してて、双方向に進化していて、なかなかいい感じなんですが、まあ今回は逆の方向の話のヒップホップとか、そのヒップホップカルチャーの話じゃないのでね。でラップ自体は2017年頃からスタートって書いてあって、ダンスは小学1年生からスタートっていう風にね書いてありますね。 BMSG の公式ホームページにエディボーイっていう名前で紹介されているプロフィールは、ラッパー2021年スカイハイに送ったデモ1曲で心打ち抜き、14歳にしてアーティスト契約をつかみ取り、エディボーイと名付けられた。独特の声、ワードセンス、テクニカルなフローからダンスやトラックメイクまでハイレベルでこなす、さまざまな音楽を経由してきたことを感じさせるハイブリッドな音楽性で、唯一無二の存在感を放つ小さな異端児っていう風に書いてありますですね。そう、ダンスやトラックメイク、あ、今知ったんですけど、彼トラックメイク、あの音作ることもやるんすね。うん、最近の子たちは本当にいろいろ全部やるもんなって思ったりする。これもねあれなんですよね、インターネットが普及して情報とかそういうスキルとかがね、あの YouTube も含めていろんなところで知ることができるからっていうところもありますね。エディボーイ君のねトラックも実際に聞いてみたい気もしますね。はい、やっぱ自分のラップするには自分のトラックが一番いいんじゃねえかなっていうところもあったり。で、エディボーイの経歴、小学生の頃が天才と言われていたっていうことで、まあこの画像で載っているのがあって非常に可愛いので見ていただきたいんですけども、K-POP グループのビッグバンに憧れて、それでダンスを始めたっていうところから始まるみたいです。それが小学校の時ということで、その時はダンスをやっていたみたいですね。で、まあなんか、あの放課後に先生のパソコンを借りて曲を調べてみんなで歌ったり情報交換していて、常にうるさいって言われているそうですって書いてありました。だからあのザ・ファーストの最初のね見た時のおとなしそうな子っていうイメージはあったけど、まあ結構元気系の子なんだなっていうのがね、もうここ最近ではみんなそれも分かってますがね。はい、で、ビッグバンの、モノマネっていうところからラップも始めたらしいんですけども、神戸出身のヒップホップユニット忍者モブのメンバーね、あの MC スニーズさんっていう方と出会って、それで、まあ、ラッパーの、ね、スニーズさんと出会って、それで本格的に自作のラップを作り始めたっていうところ
スニーズさんも中学生からラッパーをやっていて、でアメリカの方でミックステープサイト の方でデイリートップ8に入ったりとかして、日本人として初のランクインみたいな感じのことをやった、アメリカ主体にしてやろうとしてた感じで、とにかくね行動力のある人で、中学生っていうところだったから自分のそういう経歴とちょっと被るところを感じたっていうのかもしれませんね。でアイフライヤーっていう、いわゆるクラブとかね、フェスとかの情報を配信するウェブメディアがあって、2017年に、ラップブームに沸く2017年に突如現れた小学生ラッパーという新次元っていう形で、内野颯太さん、かっこ颯太、アルファベットで颯太っていう名前で紹介してますね。颯太っていう名前でラップをしていたっていうところのようです。でその時のアイフライヤーの、紹介でですね、そんな中今後も含めて要注目のラッパーがまた一人、なぜ今後も含めてかというと、実は彼はまだ小学生なのである。神戸に突如現れた小学生ラッパー颯太は、ダンス、ビートボックスなどのストリートカルチャーを吸収したラッパー。スクールボーイならではのリリックは大人目線で見ると可愛らしく感じられるが、しかし彼の動作やラップスキルは大人びており、すでに彼のカリスマ性が垣間見える。颯太は同じく神戸を拠点に置き、本場アメリカでも評価の高い MC スニーズのプロデュースで活動中。主に関西方面でライブ出演を行っているようで、今後の活躍によっては大物に化ける可能性も大ありだって書いてある。そうですね、大物に化ける可能性も大ありだって書いてありますが、いいですね、こんな感じで当時のこのアイフライヤーの作者はね、見る目がございますね。ちなみにスクールボーイ颯太っていう名前で YouTube してたみたいな、 YouTube をやってたみたいなんですが、それは現在削除しているようです。おそらく、BMSG に所属をしたっていうところとか、あとはそうですね、インディーズでやっていたっていうことになるから、もしかしたら著作権や肖像権的にダメなものが映っていたりとか、言葉とかそういったもの的にもしかしたら今のエディーボーイっていう名前、アーティストとそぐわないものがあった可能性もありますが、ちょっとその辺は分かりません。ちなみにこれスクールボーイって書いてありますが、このボーイのところの BO が BOY がボーイって読むけど BOI になっていて、エディーボーイのボーイも BOI なので、このスクールボーイ颯太っていうYouTube と、そのスクールボーイっていうこのアイフライヤーの名前のところから取ってエディーボーイになった可能性高いですね。でなんかね、キッズ DJ イベントみたいな感じのところに、そう MC 颯太って名前でこうゲスト出演になってますね。これもすげえなって思うな。でちなみに MC スニーズさんが要するに紹介をいろんな人にしたみたいで、その中でちゃんみなさんになんと紹介してるんですよね。もう超偶然ですよね。でスニーズさんがちゃんみなさんのところにね、うちの小学生ラッパー颯太がちゃんみなさんの大ファンで MV 見てほしいみたいで、お暇な時でも見てやってくださいっていう感じで、もうちゃんみなさんがワーオって言って称賛をしているっていうねところ、だからちゃんみなさんに実はエディ君知られていたっていうところですよね。だからちゃんみなさんもね、今 BMSG と仲がいいアーティストですから、もしかしたらこの話とかねしてるんじゃないかな。でちゃんみなさんの大ファンっていうのもいいっすね。あとその後でジブラさんね、わお良い感じの小学生現れたっていう感じで YouTube 2017年の10月30日に紹介してますねっていう感じで、ね、ジブさんにも知られているっていうところで、ちゃんみなさんとジブラさんっていうとね、ノベルコア君がもともとジブラさんのレベルにいたところを、そのスカイハイさんのところに、スカイハイさんがラブコールを送って、ノベルコア君を所属させたっていうところもあるけれども、もともと一番最初のアルバムはノベルコア君、ジブラさんのところで書いたりするんで、ね、ジブラさんのスカイハイさんもね、そういった意味でノベルコア君返して、ノベルコア君返さなくても、もともとねラッパーの大先輩としてね、スカイハイさんもジブさんのことを尊敬しているでしょうし、ちゃんみなさんはね、仲のいいアーティストだったりするから、なんかこうやって考えると、ちゃんみなさんとジブラさんということで、スカイハイ社長および BMSG とも密接な関係がある人たちに、何にもそういうのを知らない状態のエディーボーイ君がね、当時の内野颯太君がそういう感じになっていたっていうのも非常に嬉しいですね。なんかすごいなって思いますよ。で小学校6年で ABEX ボーイズデビュー賞を受賞っていうところなんですけども、こちらが自作のラップを SNS に投稿したら、インスタグラムに ABEX が主催するキッズジュニアの総合エンタメコンテストキラチャレに出場してみないかと DM が来てスカウトされるっていうところだったようです。でキラチャレは7000名の応募者がいたようなんですが、そこでファイナリストの歌部門17名の一人として、東京舞浜アンフィシアター、舞浜は東京じゃないっていう
う、これ千葉県民としてはちょっとね、あの物申したいところはありますがね、舞浜は千葉県でございますよ。はい、舞浜アンフィシアターのステージで自作のラップとキレキレのダンスを披露ということで、あのつまりアンフィシアターはかなりでっかい会場なんですよ。でそこであのダンス披露っていうこともあったし、さらにはその時に将来の夢について、まあドームツアーとかライブとか、もしてかっこいいラッパーになりたいと思ってますって語ったっていう、2000人の大会場ってことで、これアンフィシアターかな。だからあのあれですね、ステージであのザ・ファーストファイナルの時に、まああのピアアリーナはさらにでかい会場だけど、もちろんね、あのもともと2000人規模の大会場で堂々とパフォーマンスをしたっていう、そういうあの経験はあったっていうことですね。何にもない状態であのピアアリーナであんだけのラップを披露したかって思ったけど、まあ彼もやはりねすごい子だったんだなっていう、まあそれ見れば分かりますわね、すごい子だったんだなっていうのが分かりましたね。で、あとこの方のまとめによると、MC スニーズさん、まあ彼の、まあ言ってみれば師匠に当たるのかね。うん、まあ師匠っていう言い方、ヒップホップ業界ではあんまり、あの、落語とか歌舞伎ではないので、そんなにそぐわない気もするけれども、まあ師匠という感じに当たるであろうラッパースニーズさんね。この方の影響を感じる楽曲ですねっていう感じで、彼のノーっていうね、あの、楽曲、なんかスニーズさんっぽいらしいです、これ。っていう話でございます。うん。スニーズさん聞いてみようかな。ちょっと勉強不足で知らないんで。他にもいろいろ書いてありますけども、まあ、記述の情報とかもありますけども、まあ、とにかくエディーボーイ君がね、あの、小学生の頃からダンスをやって、ビッグバンに影響を受けたとかね、ちゃんみなさんやジブラさんもすでに知っていたとかね、エイベックスの方の、あの、それに出て、あの、2000人規模の会場でライブしたこともあったとか、いろんな情報が知ることができました。リンクは貼っておきますので、ぜひ皆さんもね、あの、言ってない情報もありますので、あの、ぜひ皆さんで見てみてください。はい、今後のエディ君がさらに楽しみになりましたね。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空